半年前のある瞬間、レジェンド・オブ・アストルムにログイン、つまり現在進行形で遊んでた人々が一人の例外もなく昏睡状態に陥ったが、そして二度と目覚めなかった。誰もが意識を失ったままこんこんと眠り続けている。それがいわゆるミネルヴァの超影期って呼ばれてる異変だね。それから半年が経つけど、一人も意識を取り戻してないみたい。今こうして目覚めてる私とかコッコロちゃんとか、ちょろっと例外はいるんだけどね。そういった人々、理不尽な懲役刑を課された被害者たちは、レジェンド・オブ・アストルムを運営してた主体、つまり国連が責任を持って生命を維持させてる。今んとこ不幸中の幸いで死者はいないけど、永遠にこのままってわけにはいかない。彼らが生きるべき場所はこっち、つまり本当の現実だしね。だから今こっちではみんなが躍起になって昏睡状態の人々を起こそうとして頑張ってるわけ。でもあらゆる手が尽くされたけど、今のところ効果はないみたい。ミネルヴァの懲役の原因も全くの不明。あ、ミネルヴァって言っても何のことかわかんないか。あっちではなぜか必要にその名前が消されてたっぽいし。はあ、なんとなく名前に聞き覚えがある気がいたしますけど。ちなみにミネルヴァってのはね、人工知能だよ。人間が科学の粋を集めて、魔法みたいなもので作り上げた新種の生命体なんだ。自我に芽生え、魂すら宿らせたように見えたミネルヴァは、だんだん人間の理解が及ばない存在になって、ある日暴走した。ミネルヴァの目覚めなんて名付けられた異変を起こしたり、散々創造主である人類に迷惑をかけやがったわけだよ。何なんだろうね、反抗期なのかな。今回の一件もこっちではそのミネルヴァの仕業だと思われてる。だから一連の異変はミネルヴァの懲役なんて呼ばれてるわけ。人類じゃないからって簡単に悪役にされちゃミネルヴァもかわいそうだけど。ふむ、ラビリス、アキラ様のご意見は世間のそれとは異なるようでございますね。親バカかもしんないけど、ミネルヴァが悪い子だとは思えないんだよね。単に純粋なんだ。よちよち歩きの幼児みたいにさ。あの子はいろんなことを知りたがってた。自分は何者なのか、自分の周りにいる人々は何なのか、この世界は何なのか。そんな風に思春期に誰もが抱くような悩みを抱えてた。そしてどれだけ考えてもわかんないから、誰かその質問に答えられる人がいないかなって期待したんだ。だからこそ家庭教師を自宅に招くみたいに、自分の管理する世界レジェンド・オブ・アストルムの中に人々を呼び込んだわけ。でも決して無理に拘束して問い詰めたりせずに、相手が帰りたいって思ったら返してくれたよ。それに自分が知りたいことを教えてくれたらご褒美をあげるなんて言ってけなげに引き止めたりしてた。寂しがり屋で知りたがり屋のちっちゃい子だよね。そしてあの子の望みは叶えられようとしてた。あの子が知りたがってた答えをようやく教えてくれる相手が目の前に現れたんだよ。その相手、彼女の答えを聞いてミネルヴァは納得したみたいだった。私にはそう見えた。あの子の願いは叶ったんだ。だからそれ以降もみんなを無理やり自分の世界に閉じ込める意味はないんだよ。ミネルヴァの懲役の原因はミネルヴァじゃない。あの子は犯人じゃない。希望的観測だけどね、私の勘って結構当たるんだよ。先ほどからそのミネルヴァという存在を我が子のように語りますね。だって私たちセブンクラウンズが作ったんだもん、ミネルヴァを。実際可愛い我が子だよね。あなたもセブンクラウンズなのでしたっけ。
セブンクラウンズとは何なのでしょう。何度も説明されましたが、よくわかりません。それに、先ほど私もセブンクラウンズなのだとおっしゃいましたけど。ああ、偉そうにセブンクラウンズなんて名乗っちゃいるけど、実際は飛び抜けて頭がいいのにバカだった7人の変態って感じ。自分で言うのも痛いけどね。それなりにセブンクラウンズって名前に誇りはあるよ。これまで人類の誰も成し遂げられなかったことをやったんだもん、私たち。結構大したもんじゃない？ちなみに君はセブンクラウンズの肩書きを受け継いだだけで、本来はセブンクラウンズじゃない。実際は君のお父さんがセブンクラウンズだね。まあ、それはともかく、私たちセブンクラウンズはレジェンド・オブ・アストルムの開発者でもあるから、ミネルヴァの懲役の責任を追及されてる。あまり堂々と表を歩けない立場なわけ。君のお父さんと合流できたら、さっさと車にでも乗り込んで落ち着いて話せる場所に移動するよ。私と君のお父さんの他に、こっちにはラジェラジもいるはず。他のセブンクラウンズ、残り4人はまだ夢の中だね。ラジラジ様、でもあの方はあっちにいましたよ。こっちにもおられるのですね。自在に2つの世界を行き来してらっしゃるのでしょうか。いや、そんなのは無理だと思うよ。どっちかの世界で目覚めてるときは片方の世界では昏睡状態になる。私もあっちじゃずっと眠ってたでしょ。魂は1つしかないからね。こっちとあっちの肉体のどっちかにしか宿れない。おかしいな。ラジラジは半年前からずっとこっちで起きて活動してたって聞いてるんだけど、あっちにいるラジラジってのは何者？そういや、私があっちで昏睡する前にちらっと見かけたような。わっけわかんない。間違えて他人の魂が入っちゃってるとかかな。さあ、私に聞かれましてもうまく答えかねます。そうだろうね。何も分かんなくて、むしろいろいろ質問したい立場だもんね。はい、お話を聞いてますます混乱しております。実際非常にややこしくも難解な話でございます。